レノレラレディオ始まるよ。さあ始まりました。この番組は宮城を拠点とし活動している YouTuber レノレラ TV がラジオの世界から発信する新たなコミュニティ番組です。はい、私は小学5年生のレイラです。そして大人気大人代表はあ、小浜でございます。はい、はい、そしてです。はい、あ、この順番で決まりなんですか。もう レイラ行ってレオナ行って小浜じゃないんですか。私の気分ですね。気分なんです。わかりました、まあ、わかりました。大体はパパさんが先になると。あ、わかりました、はい、失礼しました。というわけで、はい、今週もゲストがいらっしゃってます。はい、ハローエブリアン、皆さんこんにちは、ルノンです。はい、はい、レノンが今週も来てくれております。来てくれました。はい、ね、というわけで、まあ、ビザを取得して、まあ、どれくらいいるかまだわからないんですけど、ビザがもう申請されたら、あと多分帰ってこいって言われるんだと思うんですけどね。まあ、多分もう放送されてる日はもういないですね。うん、あ、そうですね、そうですね。はい、そうですね。はい、なので、はい。うん、はい、もう、レノンちゃんのもうすべてをね、今話せるすべてを、マネージャーとしてはちょっと止めるかもしれませんけど。あ、お願いします。うん、ということで。はい。はい。じゃあ、ちょっと一つね、聞きたいことが。まあ、いや、先週聞いとけよって話。聞けなかったんだもん。聞けなかったのね。ごめんごめんごめん。あのね、これ、家族、一人一人とやりたいことは何ですかという。うん、あ、日本で。はい。あ、そうですね。じゃあまあ、レオナ、うん、レオナは、一緒にお絵かきしようかな。うわ、どうですか、レオナちゃん。嬉しい。嬉しいんだ。レオナね、やっぱレノン帰ってきて嬉しかったみたいで、今日もね、保育園にね、みんなに言ってたらしいよ。レノンが帰ってきたみたいな。それ言ってないの？ほんと？牧野先生が来た。奥野先生。そうね。何その顔。めっちゃ面白い。ねえ。はい、次は。はい、次は。レイラーは、まあ、一緒にゲームしたいですね。ね、ゲームしたいですね。何のゲームですか、今。ああ。ジェベットもしたいですし、うんうん、荒野行動もしたいですね。桃鉄もしたい。桃鉄もしたいですね。はい、じゃあも一緒に、して、はい、はい、じゃあパパさんと、うん、パパは、うん、うーん、パパ何がある。何じゃねえよ。一緒に運動してきたらどうするんですか。ああ、いいね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 。確かにね。まあ、このこっちにいる期間中は練習しなきゃあれなんじゃないですか、ね、練習しますね、もちろん。ちょっと衰えちゃうので。うん、うん、一緒に練習しろと。あの、一緒にみんなで、あの、朝とかに、ランニングしに来たら。うん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 。絶対嫌なんですけど。ダメ。まあ絶対嫌。まあまあ、あの、レノンさんがしたいこと。はい、したいこと。なんか、パパとママは、なんか、レオナは、好きじゃないですか。で、レイラはレノンが日本にいた時もよくゲームとか一緒にしてたのですぐ思い浮かんだんですけど、パパとママってなんか一緒にやってること案外少ないなって思ったので、うーん、まあ、とりあえずあれでしょ、パパとママにの間に挟まれて寝たいとか、うん、そういう感じですね。どっちかというと、はい、挟まれてください。はい、いいですよ。私最初5日間って聞いてて、はい、5日間なら別に挟まれてもいいなと思ったんだけど。まだわからない、何日かいるかわからない。2週間とかだったらちょっと長いなみたいな。勘弁してくれと。勘弁してくれとって感じ。私も間に挟まれたいと。私もはい。なんでわかりました。じゃあまあ考えてみます。すごい、お願いしますね。はい、はい、というわけで、うん、早速、はい、1曲目いきます。はい、はい、1曲目はね、私の、うん、宿泊学習で踊った曲の一つなんですけど、その曲を流したいと思います。はい、はい、では聴いてください。ミセスグリーンアップルで青と夏。メノレラレディオ、過言ではない。はい、というわけで聴いていただきました。はい、はい、実は次で、ね、かける曲も、うん、花山で
踊った曲なんですけど、うんうん、もうレイラはあれですよね、その5年生で行く、うん、その課外活動ですね、うん、野外活動、宿泊学習、宿泊学習というの今、はい、宿泊学習を行ってきたんですよね、はい、ついこの間ね、ついこの間、うん、もうこの収録時はついこの間ですね、うんうん、どうだったんですか。え、もう楽しかった。で、あの森の中の宿泊学習なんですけど、うん、一つ自慢したいっていうか、はい、すごいことがあって、うん、一回も蚊に刺されなかったんですよ。レナも刺されませんでしたよすごくないでもじゃあ言っときますけど、はい、レイラが全く蚊に刺されてない間、実はレオナが相当蚊に刺されてましたそうそうなんだよねえ、もう足中蚊に刺されてばっかりいたねどこに行ったんですか。花山、花山ね、うん、はい、ところなんですね、うん、何が楽しかった一番、うん、全部楽しかったけど、うん、一番楽しかったの、ちなみにレノンも行ったと思うんだけど、レノンは何が楽しかったですか。レノンは、うん、でも一番最初の、うん、一番最初にその山だったから、うん、山にあの山を歩くんですよ、うんうんうん、その地図渡されて、おーおー、地図通りに歩いたんですけど、そこが楽しくて、クマがいましたね。クマいたの。いました、子グマのみ。へー、子グマだけっていうのは危ないじゃないですか。ちょっと危ないですね。地図持って歩きませんでしたよ私たち。あ、そうですか。あの最初にもうあの着いたら、うん、もうすぐ沢登りに行くんですよ。あー、沢登りね、うん、その時に行き30分帰り1時間で、うん、本当は沢やってる途中は1時30分のはずだったんですけど、2時間沢にいました。え、風邪ひくやん。で、私はすっごい寒くなりましたね。あー、そうだよね。でも沢が一番楽しかった。あー、なんかめっちゃあのラッシュガード着てたから、ラッシュガード着てたから、うん、あの受けて、それもめっちゃ楽しかったし、うん、なんか滑り台みたいなとこがあるね。すごい、ね、今度レナリラ TV でもそういうとこ行ってみたいね。そう、行きたいね。滑り台の行ったら、結構長い滑り台だったんだけど、うん、まああの作られたわけじゃないんだけど、うんうんうん、滑ってガタンってお尻痛くなって、で滑ってまたガタンってお尻痛くなるっていうのがすごい楽しくて、うん、そこはなんかみんな人気だったし、あと足つかない場所があって、うん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 、でその足つかない場所からあの崖で登っていく場所があったんだけど、うん、そこまで結構ちょっと長めだったのね、うん、で足つかないからもうこうやって自力で浮きながらこうやってこう登ってずっとこうやってって、そうなんだ。そういうこともできるようになったんだ。そう、頑張って、うん、あ、行きました。へえ、成長したね。まあ一応浮くやつは来てます。あ、一応来てね。はい。あの代表カードみたいなね。そうそうそう。でもコロナのせいで11月に行ったので、うん、ああ、そっか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 。沢登りの代わりに山下り。うん、山下り。山登り下りやりました。そっかそっかそっか。コロナ期間だったもんね。うん、で伸びたんだよね。そう、11月寒いからね。11月に。そして8メートルの崖から飛び降りるとこがあって、うん、何人かやってたんですよ。あ、やってないんですか。私やってないです。あー、でもやれる人いたんだ。いたんだけど、本当ね、沢登り、うん、その8メートルの崖まで登ったら、うん、絶対に飛び降りなきゃいけないんだけど、うん、怖すぎて、うん、飛び降りなくて、うん、で頑張ってロープで登ったところを降りてった子もいて、うん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 、めっちゃ怖かったらしい。うんうん、怖いよね。そうそう、あと一つ 2,3 メートルのところもあったから、あ、そっちも体験できたの。そこはいっぱいやってた。あなたは。私やってないです。いや、その時寒すぎて出れる状態でもなかったから、うん、って感じですかね。いや、楽しそうですね。そう、もう一回行きたいな。その他にもいろいろやってるんですけど、はい、もうキャンプファイヤーで踊ったり、うん、で、なんか先生にお守りみたいな感じでクラス全員に、うん、あの光るさ、よくなんか、あ、お祭りとかにある棒みたいなやつをくれもらって、で、一人一人いろんな色でこうやってあのつけて踊ったりとか、なんかペンライトしてるとか。いいね、青春だね。そう、あとあの、うん、焼き板はうち の, あのグループに分かれてやるんだけど、うん、うちのグループでは2人やれない人がいた。なんで、なんか焦げちゃって炭になっちゃった。あ、うちはできたんだけど、うん、俺もやったもん。やった。うん、おパパは座王だったけどね。座王でもやった。そう、それで、なんか、やけどしてる子も何人か、2、3人ぐらいいて、で、なんか蜂に刺されたっぽい子も1人ぐらいいたの。へー、大変だね。そう、
まあでもね、山とかキャンプとかそういうのはねあったりするからね。うちも全身黒だったから、うん、蜂がブン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 寄ってきて、は黒はね寄ってくるね。そうびっくりしましたって、はい、って感じで楽しかったです。その時さ、その時朝夜焼き板したのは朝、2日目の朝。そこが重要なんですね。重要ですね、レオナにとってはね、うん、はい、さあその流れでじゃあ次の曲も、はい、次の曲も、うん、次の曲もね、あと、うん、羽山のキャンプファイヤーで、うん、踊った曲なんですけど、うん、では聴いてください。夜遊びで三原色。レオナです。はい、というわけで聴いていただきました。はい、車で踊ったんですけど、うん、なんかすごいなんていうの、頭に残るというか、うんうん、すごいなんていうんだろうね、もうなんか頭で繰り返されるような曲なんですね、うん、相当楽しかったみたいですね、うん、レイラがこの花山を話す顔がもうキラキラしてます。キラキラします。はい、キラキラします。もう顔中キラキラしちゃいますけど、目がキラキラして、はいはい、というわけでまあちょっとレノンさんの韓国話に戻しましょうかね。戻しましょうかね。はい、というわけで、うん、うん、まあちょっとさっ先週ちょっと触れたんですけど、うん、レノンちゃんがちょっと面白い話をねしてくれて、あ、うん、やっぱ韓国人のやっぱ練習生の子たちもいて、うん、はい、その子たちとレノンが話してる時に、面白い、やっぱ日本語を教えてほしいって来るらしい。うん、ね、ね、これ名前は出しちゃダメだよ、はい、はい、名前は出さないようにして説明できるようにしてね、うん、そう日本語を教えてほしいってレノンの方に来るの、うん、じゃあどうしよう、うん、どっちから話そうかな。どっちから話そうかな。もう好きな方から。じゃあまあこれからの登場人物は2人出てきます、うん、はい、じゃあ普通に A ちゃんと B ちゃん、うん、A ちゃんと B ちゃんって名付けますね。 A ちゃんと B ちゃん、ね、はい、A ちゃんと B ちゃん、はい、A ちゃんが日本語を教えてきて、あ、教えてって言われて、うん、あ、いいよみたいな、何教えてほしいのみたいな聞いたら、うん、まずじゃあダンスの、うん、私はダンスの授業が好きです、うん、お、はい、うん、教えてほしいって言われて、うん、でその日本では自分のことを名前で呼ぶ人もいるよみたいな、うん、でレノンも日本語で喋るとき自分の名前で言うんだよねみたいな言ったら、じゃあそうするみたいな、でレノンが言ってあげるんですよ、うん、レノンがこうやって言うんだよって言って、 A はダンスの授業が好きですって言うと、うん、その子も A はダンスの、あ、違う、ダンスも韓国語であるんですよ、ダンスって ほとんど似てるんだけど、うん、デンス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 、うん、だからちょっとそっちに寄っちゃうんですよね、うん、A はデンスの授業が好きですみたいな感じで、うん、本当に可愛いイントネーションで言うんですよ、うん、で次にもう一個教えてほしいって言われて、うん、何って言ったら、うん、私は団体ボーカル好きじゃないです。団体でボーカルする、そうしたくないですを教えてほしいって言われて、その子は団体ボーカルがあんまり好きではないみたいなんですけど、団体ボーカルっていうのは団体でボーカルを練習するやつね、そうそうそう、うんうん、だからあ、分かったよって言って教えてあげたんです。私は、あ、 A は団体ボーカルしたくないですって言うと、なんかその子はやっぱ理解できないから、うん、ちょっと長いから、うん、あ、え？って言うんですよ。なるのもゆっくり言うんですよ次、うん、A はって言うと、その子も A はって言って、うん、団体って言うと、団体が、まあ、分かんなくなって、うん、うん、って言うんですよ。団体って言うと、うん、団体って言うんですよ。で団体、ボーカル、これも韓国であるんですよね、ボーカルがボーカル、ボーカルなので、ボーカルって言うとボーカル、ボーカル、クル、ル、ルをあんまりなんか発音しないから、うん、本当にこのルで合ってんのみたいな感じで、ボーカルみたいな感じで言って、
したくないですって言うと、したくないですはなんかわかるみたいで、したくないですってなんか自信満々に言うんですよだからこれをレノンがつなげて A は団体ボーカルしたくないですって言うと、なんかもう A は団体ボーカルしたくないですって言って元気に言うんですよ。可愛いですね、可愛いですね。そう、次に B ちゃん、B ちゃんがあの日本語で、うん、怒った時に使う言葉を教えてって言われて怒った時かみたいな、うん、レノンは2個教えてあげたんですよ、うん、まず一つ目は、うん、あの韓国語でもよく言うんですけど、うんうん、あの日本語だとイラつく、うん、あーイラつく、ね、本当にイラつ く, くなんかこれは自分とかが、なんでこんなできないんだろうイラつくっていう時とかも使うじゃないですか。そういう時にも使うよみたいな感じで言って、イラつくって言うとその子はイラチュクかわいいんですよ。イラチュクって言ってつが言えないからチュク、イラチュクって言ってかわいいって思いながら、で言うと、でもう一つ教えてあげたんですよ、うん、あのちょっと面白いの教えてあげようと思って、うん、ルノンは、うん、は教えてあげたのさよくなんか はって言うじゃないですか、うん、日本語ではそうはって言うからあのはって言うよみたいな、うん、何言ってんだろう意味わかんないなこの人の言ってることみたいな時に使うよ、うん、みたいな感じで言って、うん、言ったら、あのその A ちゃんと B ちゃんは、うん、はが面白いのか、うん、はって言うんですよもうずっとはって言ってて、もうなんかマイクラの村人状態ではぁ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 って言って、で多分そのはぁが気に入ったのかわかんないんですけど、はぁって言わせるために、うん、私 A ちゃんのこと嫌いですって言うそしたらその A ちゃんははぁって言うんですよそういうのを繰り返しててみんなで笑い合ってて本当に可愛いなって思って、その B ちゃんは次の日からもうずっと言ってるんですよ、うん、でレノンとかあともう一人の日本人の子とかが一緒に結構話してるんですよ、うん、マジ暑いみたいな、うん、マジ暑いガチ暑いねみたいな、あのエアコン上げようみたいな感じで結構話してるから、あの練習してても日本語で、うん、マジとかも覚えてて、うん、あのその次の日からその B ちゃんは、うん、マジはは、マジじゃなくてマジはマジはって言うようになって、その言い方も可愛いんですよねマジホン？マジホン？かわいいんですよ。マジホン？マジホン？でもこれはあのよく使っちゃったらダメだよっていうふうに言って本当にあのかわいい、かわいいんだよねみたいなことを話してると、うん、私たちもあのやっぱ日本人が韓国語を喋ってるとかわいらしくて、発音がもうよくかわいいなと思う時あるよみたいな感じで言われて、ああ同じ気持ちなんだなってなります。なるほどね。だから韓国語と日本語ではさ、そちょっと言えないさ発音っていうか、うん、そうだね、あるじゃん、うん、やっぱつが言えないんだよね、あのつっていうのがやっぱり外国の人って言いづらくて、ちゅ、うん、ってなったりとかね、うん、だからお疲れ様でしたっていう時はお疲れ様でしたとか、ね、うん、そうお疲れ様でした、うん、なったりするからね、お疲れ様でした。あとでも日本人には難しい韓国の発音って、そう、あの聞き取れないっていう、あの、うん、韓国語ではレノンたちじゃ、まあ例でおとうがあるじゃないですか、韓国語と、うん、と韓国語では、うん、すごくなかった、韓国語ではもうイントネーションが韓国語だもん韓国語では韓国語ではおも2つあるしうも2つあるんですよ。皆さんこれ、うん、あの集中したら全然聞き分けられます。いきますよ、うん、おがあとお、うがうとう、あー分かる分かる、あるんですけど、これがあの歌ってる時とかレノンたちが普通に喋ってる時もやっぱまだ使い分けられなくてるの、うん、難しいなって思います。でも日本語はさおって2つあるよ。あるね、そう、まああのローマ字で書くとうお、ね、うおになるけど、うん、なんかあの何々おーの方のおと、うん、お菓子の方の音とか、うん、あるし、うん、あとなんかなんていうの、関西の方か分かんないけど東北じゃないところでは、うん、おのことをおって言うらしい、うん、あ何々おーって言うらしいですよ、うん、あ、韓国人の子たちもね、方言教えてると思ってくる、うん、でもレノンも方言使わないから
韓国あ関西人の方言、うん、なんでやねんを教えたんですよ、うん、でなんでやねんは、うん、まあ普通になんでやねんっていうのはツッコミであるじゃないですか、うん、だからツッコミであるから東京の人はあんま言わないんだけどみたいな、なんでやねんの標準語ってあんまないんだけど、なんかちょっと砕けた言い方で言うと標準語ではなんでみたいな感じで、何それみたいな感じのニュアンスで、あの関西人はなんでやねんって使うよみたいな感じで教えたりもしてます。なるほどね。なんでやねん、なんでやねん。はい、というわけで、はい、もう3曲目に行っちゃいましょう。そうですね、うん、はい、ではこちらレノンさんのリクエストですね。はい、じゃあ3曲目、はい、皆さんね、こちらの3曲目かけたら私韓国に帰ってしまうので、はい、はい、はい、この曲紹介のこの声もいっぱい聞いておいてください、はい、はい、というわけで聞いてください。ニュージーンズでアテンション。はい、というわけで聞いていただきました。はい、レノさんどうでしたか。はい、1ヶ月ぶりぐらいに収録をしましたけど、うん、やっぱり喋るの楽しいですね。楽しいですね。はい、まあ、これからもレノレラレディオ MC 第2世代としてレイラさん頑張っていきます。頑張っていきます。はい、第2世代頑張ります。はい、というわけでもうね、お時間になってしまったので、はい、はい、終わりにしますか。はい、では今週も聞いてください。ありがとうございました、はい、また来週も聞いてください。 See you!